はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジンやっていきたいと思います。で、前回ね、山の上でドラゴンを倒しましたというところで終わってます。いや、厄介な能力持ちでしたけど、まあまあ勝てましたね。はい、で今日やっていくのが土の追憶、ロケーションがアースの洞窟となっております。で、雪の積もる霊峰の山頂には毒の正気を撒き散らす腐敗したドラゴンが道を塞いでいた。消滅する魔物から吹き出す黒いもやは矢のような勢いで足を裂かる。ジャックは黒水晶を取り出し助けようとするも共に霧に包むのを飲まれてしまう。その中でジャックは不可解な白昼も見る。見覚えある草原、無機質な白部屋、そして現れては消える不明瞭な人影、その中にいたのはいつの日かのアッシュだった。だが次の瞬間ジャックは荒い息と共に我に返る。アッシュはジャックに感謝を伝えるが、ジャックはぶっきらぼうに、そして自分に言い聞かせるかのように忘れろと言い放つと、アースの洞窟と足早に進む。この先に土のカオスがいると信じて、ということで行きましょうか。まあ、前回の風のやつと一緒であれば、多分こっからまたワープしどっかに飛ばされて、そこで、土のカオスをやるって流れになるんじゃねえかなと私そう思うわけです。というわけで愚者の手記20ですね。アースの洞窟について、生物は死ぬと土に帰り、その土を豊かなものへと変えていく。土の力を大きく高めるために、生命の死という概念は切っても切り離せないものらしい。土の力を大きく蓄える場所として第12の軸より死の概念が宿る場所、偉大なものが眠る墓所を模倣の対象としたようだ。あー、はいはい。どういうことだろう。で、今日のお二人は女性二人を連れてきております。さあ、行くぞ。この先に土のクリスタルがあるんだね。闇に覆われたクリスタルがね。死んだ土の匂いがする。そうね、死んだ土の匂い。おお、深い。なんだろう、今動かない。ああ、これ下に行く系か。 OK、 とりあえずキューブ起動。よし。で、今日ね、白魔導士をちょっとつけてきてる。どういうのがあるのかな。ディア、アディア、ケアルラ、プロテガ、リジェネガ、シェルガ、ヘイスガ、レイズ。あー、ケアルが使えるのか。いいね。あ、ちょっと待って。余計な、無駄落ちしてしまった。失礼。これでいく。とりあえず、バーサーか。あーで、ダークつける。届かない。やってやろう。一発も届かなかった。はいはい、お返しだ。おいよ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 いと。おっと、なんだ、棺の中になんか入ってたぞ。これなかなかの装備のようね。なかなかのよう。嬉しいね。お休み。棺の中に一個一個これ収まってるの、もしかして。そんなことはなかった。たまたま入っただけか、壊した2つに。さて、右と左、行き止まりに見える。ここ実は壁がショートカットか。ショートカットか。なるほどね。 OKOK。 もうなんか出たということはできるな。この辺はいない。下ね。これスケルトンにケアルとか聞いたりするのかな。一回ぐらい試しておいて。なんだろう、あれ、あれスケルトンかな。いいものかな。レイスか。ちょっとあいつにやってみよう。ケアル、ケアルラ、ケアルが。あー、いけるね。いけないか。相手する。さっさと片付けましょう。するしかねえだろ。ジャック、物足りないって顔してるな。いや、物足りねえよ。そんなところに隠れていたか。やるじゃん。そんなところに隠れてたんだ、ダークスケルトンさん。はいはいはい。からの、はい、の、の、おやすみなさいの、おやすみなさい。名鎮膝当て、強そう。サンブレード結構手に入るな。ヘイディユヘイユ。あ、よいしょ。落ちないように気をつけないと。よいしょ。ああ、怪我は手当てしておけ。お前も生き返るなる。どうせいった。フリーザーやられちゃった。
ああ、ナイスナイスみんな下落とすやん。まあノックバックズレスなんかな、下に落としときゃなんとかなる。下でまとめて戦うとかないよねみんな生きてて後で戦わなきゃいけないとかやめてよ。うわ、明らかな罠あるよね。ちょっとこれ踏んでみてーのもあるけど、ちょっと待ってるか。誰かに踏ませたいな。お出ましね。よしよし。降りかかる火の粉は払おう。踏め踏め踏め。こっち来いこっち来い。こっち来いこっち来い。踏みなよ。ああ、来た来た来た。こっち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 。ここだよ、ここ。ほら。ほら。ほら。おい。こっち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 ここここここ、ほら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 、二人とも、おい、俺が踏む。じゃあまずいかも。何としても倒す。え、何もないわ。おい、どどどど、やっぱあるじゃねえかよ。やっぱあるじゃねえかよ。なんだよ、もう完全に分かってたのに完全に分かってたのにな。いやー、よいしょ。見一重だった。ジャックがいたから勝てたよ。どこの下だ。毒か。よいしょ。いただきます。で、こことショートカットしよう。最初のところに繋がるはず。ほらな。これで楽に戻れる。ちょっと体力を回復してこよう。よいしょと、いうわけで戻ってまいりました。敵さんが復活しているはずだから。軽くやっていきましょうか。あれ、スケルトンいたよね。ダークスケルトン、どこに行った。あ、いや、シルバーよてめえだ。まずはよいしょ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、それでいいんじゃない。終わった。どこ行くんだ。さてと、仕切り直す。いやいや、仕切り直さなくて大丈夫。サスケの刀、再造の刀、忍者っぽいね。おや、これ下に降りる感じ。反対側。ああ、もう降りざるを得ないと。ん、あれ、こっち側行けないんじゃない。え、まあいいや、まあいいが。インペリアルガントレ、クジラのヒゲ、あれ宝箱だけかな。目標がそっちっぽいね。となると、こちら側、あそこにいるアースエレメントだろ、どうせ。はいはいはい、よいしょ。はい、おしまい。エレメントの終了宣言でございます。で、君たち2人、よいしょ、終わりです。いってる。はい、お疲れ。あ、やめなさい、いじめるな。僕の仲間をいじめるんじゃない。何を。うん、さてさてさて、そうなるとこちら側、飛び降りた先、倒すでしょ。叩き潰すぞ。あれ、飛び降りた先じゃねえな。はいはい、よし、あ、とりあえず倒す。おい、誰だ、踏んだやつ。はい、ちょっと見てないで敵と戦いなさい。君は一応大丈夫みたいね。大丈夫じゃないでしょ、まだ終わってないでしょ。はいはいはい、よいしょ。出たよ出た。おい、なんだ、呪われた、呪われちまった、てめえ。よいしょ。体力上限削られた。もしかして。悪いな、お前らの遊びに付き合う気はない。ちょっと、プロテがシェルがベースがリジェネが、よし、ごめんね、無視しちゃった。あー、なるほど、めちゃくちゃ罠あるやん。ここにもあったんだ。これが上から降りてきたとこじゃないか、もしかして。あ、そうっぽい。よし、 あいつら頑張ってくれてるから、僕はアイテム集めてるもん。これまた罠っぽいのあるけど大丈夫かな。ああ、あるね、しっかり。怖え。大丈夫、君たち。はいはいはい、
正面突破はしたくないな。だったら考えろ、別の手段もあるはずだ。別の手段もあるはずだ。またモルボルさんか。あの先は目的地だから先ぽっち行っとこう。ショートカットかこれ。ああ、こちらからは開かない。ダークソウルだな、やってんね。で、まあ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 。こっち来い。やるぞ、ついてこい。よしよし、来た来た。いいね。よし、いいよ。そういうこと。あのね、群れで戦えるとは群れで戦えないとダメなんですよ。一人で戦おうとしたらいかんぜよ。よいしょ。はい、おやすみなさい。よし、とりあえずシカトしてとりあえずシカトしてこっちも見に行こう。ここもまたあれじゃない、扉じゃない、違う、え、はしごがあるね。登れちゃう。どこ行くの？え？どこ？同じ広間2階だよねこれ。ああ、そこは反対側。ああ、ここ行けそうだね。罠とかある？大丈夫？大丈夫。あ、こちら側から開かない。え？これなんだ？これなんや。これ何、これでモルボルの後ろ取れってこと。出てきたか。ああ、出てきたか。何もない、最初から痛いの、ごめん。最初から痛いの、ごめんね。よいしょ、お休みで。衝撃波が発生するからもう一人も気持ちよくなれると。はい、よいしょ。あ、上下ちょっとアイテム整理するか、待って。本当は捨てるんじゃなくてな、解体したいんだけど忘れちゃったよ。あー、なるほど、全部パスしていける感じ。あ、待って、その前にこっちよ。上になんかアイテムあったから。なんとか勝ったな。勝った。もっと強くなりたい。嘘つき、嘘つき。今勝ったとか言ったけど別に戦闘してないからね、そもそも。あ、これでこれが取りに行ける、そういうこと。はいはいはい。これは、ああ、お前何やってんだよ、勝手に踏んでさ。ああ、なるほど。あ、ああ、お前ら。特にお前。特にお前。特にお前。よいしょ。いっちゃいねえか。よいしょ。これで行く。やめなさい、やめなさい、やめなさい、本当にやめなさい。はいはいはい、よし、 OK。 でこれが反対側か。 OK、 扉開けられる。ショートカットだがなんだが、探索には重要な道だ。離脱できたみたい。俺はまだやれるけどな。よし、やめろ。お、体力あるみたいな。まあ下だな。で下に行ってキャッツラを蹴散らしてくるということでよろしいか。うん、下だね。ん？あれ？出ますね。やってやろう。ああ、これ扉の向こう側か。そしたらこっち側から、あれ、こっち側から何もできへんやないか。さてと、これからどうする。とりあえず下行くわ。や、あやつらを倒さないと話にならんってことでしょ、結局。仕方ねえな。で、さらに外に出ていくと。倒すでしょ？もちろん。降りかかる火の粉は払おう。ういっ、ういっ、ういっ。よいしょ。はい、はい、はい。よし、オッケー。シルバリオスターが、まず、
倒せたモルボルさんをしっかり削っていく。弱いんだなお前。あれモルボルこんな弱い。モルボルってさめちゃくちゃ強いイメージないよ私の中では。こんなもんか。これで終わりだ。よし次に進もう。バーサクとかいい具合に働いてくれてるってことでいいのかな。あなんか壊しそうな壁あったぞ。あとこれこれこれ忘れた。ごめんね。よいしょ。はい先に壁を壊す。でも結局向かうところはあそこの先じゃない。こっちじゃない。よいしょ。宝箱だっけ。はい。となるとこれアイテムを回収できるでしょ。はいはいはい。でここが開いたからこれ違う。あれどこ行けばいいのこれ。あれはキューブ。あれこんなとこあったっけ。こんなとこあったっけ。よし整理しとこう。よし行くかに。さてさてさてこの先あーそこだね。あ下降り。うわなんだか深い穴が開いてますな。あーなるほどね。わからん。とりあえずこっちだな。安牌安牌。あ開かないということはこれも下飛び降りしかないってこと。連戦になりそうだな。行くか。敵がいる。さっさと片付けましょう。あ待って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 こいつ。壁動くぞ。このままじゃまずい。まいったわね。さっきみたいに。どうするでしょう。いやまあとりあえずこういうことでしょ。なんだもう壁動きやがって怖いわ。早く倒せなかったら下に落っこっちゃうよっていうやつだね。そういうことだね。罠だらけだな。なんという恐ろしい。この先えまた下ポイって落ちる感じだ。ああーはいはい。敵がいる場所を確認してあそこの角にいる。よしオッケー行くぞ。はいはいはい。ちょっと待ってなんだ。ああなるほどね。壁自体を攻撃できるんだもう。おっとなんだ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 。敵を倒したら壁を壊れるんじゃなくて壁自体を壊せるわけだ。あれん待って待って普通に降りられるんだけど。あこれはこれショートカットじゃない。またアイテムだけか。あ、いや、違う。ショートカットですね。ローグホーズ。はい、オープン。ショートカットできそうね。戻りは楽ができるぞ。あ、戻りはね。よいしょ。さて、ああ、ダメ。また見えない壁があった。よし、オッケー。で、これ下に降りていくと。ああ、ちょっと待って、ルートが違う。そしたらさ、これ一回戻って、手前ポロッと落ちてみようぜ、これ。この高さ生きるでしょ。ほら。オッケー。おい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 。おしまーい。鎧がなきゃひねひねやんなお前な。ダークスケルトもいる。ああゴーゴー。シカとしてごめんね。ごめんね。はい。よし休みだす。はいはいはい。よいしょ。お疲れお疲れ。また遊ぼうな。ねえか。OK でこれどこに繋がってんだろう。登ってくしっかり登ってくで白魔法でケアルかけとこうか。あリジェネで十分だね。リジェネが。あ、全員にかかるのか。なるほど。白魔導士すげえな。で、これどこ？あー、オーケー、理解した。これで上に戻ってきたんや。
はい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 、そういうことね。あの鷹がいただけか。で下に行くと、よし宮の城行くぞ。しっかりここの地下墓でいいのかな。ここ制覇してやろうぜ。世界の色がなんかおかしいな。あれ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 。オッケー。はいはい。おお、やわらかい。そんなにブレイクエージ減るの早いんか。私が強すぎる、もしかして。はいはい。どこへセット。もう大したことなかったわね。先に進もう。バーサク切れました。問題ありません。よし、で上にいるぞ。とりあえず、おおおお、やるか。オッケー。はいはいはい、よし、オッケー、おしまい。ポーン、よいしょっと。いやマジで神さん頼むぜ。カースグリフ、はいはいはい、よいしょ、おいおいおいの、よいしょ。ふう、厄介だな、飛ばれると。はいっと、おい、おしまい。ちょっと強かったか、もしかして。さて、お、あ、柱のライフゲージか。なんか刀が逆さってるみたいな感じに見えてた。この先はさすがにボスじゃない。あんな雑魚敵がいた後にオーボの鍵を使った。どこで拾ったんだ私。全然わからなかった。なあソフィア、このクロス衣装って何なんだ。いくつか効果は分かったけど、全体として何。気にはなるけど、私たちには知りようがないじゃない。アストスなら知ってそう。そうだな、次聞いてみようか。やめておけ。なんで。言い方を変える、やめろ。怖っ。あら、下降りる系か。また。ああ、なるほどね。OK。OK、OK。そしたらまず正面から。正面から行こう。こっち側だね。上に戻れそう。ああ。なるほど。あの、最初のあの、すんげえ深いところか。これ上に登ればいいの？ああ、多分そうだ。よし、じゃあ一旦戻って、体力とかいろいろ回復してきたら、またあのカースグリフをやりに行くか。 OK、 というわけで回復して戻ってまいりましたので、先へ進みましょう。でカースグリフとかがいるこちら側で、まずバーサクを入れて、ギャを入れてから行くぞ。さっさと片付けましょう。はいはいはい。あ、カースグリフじゃなくてヒポグリフになったろ。 OK、 はい、みんな早く壊して、早く壊して早く壊して。何押されるがままにしてんのよ君たちは。何やってんの。壊さない方が良かった、もしかして。今回避できるあれが、いや壊さなきゃダメだったね。あの高さは死ぬわ。ん、おや、なんだこれ。ここよっ、おお、なるほど。一周してきただけか。オッケーオッケー。全然大丈夫。そちらが進む方向ね。宝箱があるわね。いただいていきましょう。エスカッション。レベル49。入りました。アッシュは何か思い出してきた。ジャックから水晶を受け取った場所のことだ。水晶、そうか、この場所。過去を振り返るのは死ぬ時だけでいい。まだ先は長いぞ。まだ先は長いぞ。よいしょ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 。おしまい。取れて体で、ね、やあれ、うわ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 、おっとっとっと、誰だ踏んで、あった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 、はいはい、
よいしょ。はいはいはい、よいしょ。とりあえずヒッポグリフを倒すか。いやー、しまったね。ごめんね君たち、もう王者の。あ、しっかり倒させてもらうよ。よいしょ。おしまいと。レイスさん終了のお知らせです。はい、おっと、シルバリオ、シルバリオ、シルバリオ待て。よし、あ、はしごちゃんとあるじゃん。な、なんや、やるよ、やるじゃん、やるじゃん、やるじゃん、ダークスキル、やるじゃん。よし、おおっと、毒になっちゃう。よいしょ、よいしょ、おい、おいて。で、あそこにいるレイスが、ラストレイス、ラストレイス、ラストブレイス。逃げるな。おっと、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 でも、減り方が全然、全然減らないじゃん。前、半分ぐらいされてた気がするんだけど。ショートカット無理。あ、まだいる。ちょっと待って、回復しとこう。油断したいか。ちょっと仲間たち、仲間たち、攻めてくれ、攻めて、攻めて、攻めろ、攻めろ、攻めろ。任せて、任せてもいいか。当然。スケールアリー十分か。技を封じられたか。さて。リジェネ。力を入れろと。おい、おい。オーケー。おー、まったく君たち、よくないぞ。ちょっと上戻ろう。上の探索をしてから、ちゃんとあの、順番に探索しないとやっぱ気持ち悪いんよ。うん。穴がいっぱい、あ、宝箱ね。あっけあっけ。今、何か復活した音がしたな。気のせいかな。はい、中を休みなさい。長い眠りにつきな。あっちから来てるから、まあ、こちら側順当に行くか。はい。はい。しっかり壺壊していく。その先の部屋。キューブね。ここにあるのか。ちょっと待って、探索してからにしよう。ん？このし、え、なんだ？なんか、可愛い音がする。サボテンダーじゃねえか？え？あ、またあるわ、これ。え、何やってんの？あ。移動しねえやん。ええー、心がけやって思ったけど、仕方ねえな。よいしょ。はい、はい、はいと。宝箱回収と。いやー。やっぱりジャックが、逆に、ジャックが何もしなければさ、起動しないんじゃない？まだ。こういう、余計なことをするから、みんなが窮地に立つわけ。ジャックがやらないと、みんなが先に行ってくれれば、意外と何事も起こらずに行けちゃう可能性があると。え？あ、また？おいおいおい、ほら、二人とも、戦闘開始だぞ、戦闘開始。何やってんのあいつら。いやいや、せいじゃなくて、いけ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 。ネオ、任せてもいいか。当然。ソフィア、行ってくれ。任せて。何やってんのソフィア、ソフィア。よし、任せたぞ。しっかり倒してくれな。いいね。手は抜かないことね。やってる、まだクエイクとか出てるね。よし、じゃあ俺は壁を壊すから、しっかりこいつ壁壊しとくからさ。はい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 、よいしょ、オッケー。どんどんこれで下がっていくのか、もしかして。そうみたいだね。はいはいはい、よいしょ。はいはい、やはりバーサクが強い。バーサク強えな。あ、また上下になっちゃった。あー、もうアイテム装備し、いちらこれちゃんと壊さないとダメだな。よし、整理完了、回収で、これまた下
ダメだね。どこまで行ってもこれダメだ。どうも気力が冴えないな。ジャックについていくよ。バーサクの力が、あれ、あ、何もない。どこなのここ、どこだこれ。あ、壁壊せるじゃない。これは、おお、メメントモリ。メメントモリは命を落としたストレンジャーの記憶です。ミッション中に見つけることができ、触れると新たなサブミッションを解放できます。サブミッションをクリアすると新たな戦いの記憶を目覚めさせることができます。へえ。憎い、弱い自分も、この世界も、すべて。へえ、これでサブクエが増えたってことか。面白いじゃない。あれ、誰もいない。誰か、誰かいませんか。ショートカット開通。まるで抜け道だな。戻るときはここを通るぞ。ん、どこだここ。あー、なるほどね。これで最初のところというか、さっきのところだ。やるか。シャボテン、シャボテンだ、シャボテンだ。これで行く。ガディア、おい、みんなみんなやれやれ。くそやめ。おお、やるね。はいはいはい、よし、オッケー。おやすみ、シャボテンだ。おっと、こんなもんか。こんなもんやね。お疲れ様でした。よし、そしたらあのキューブに触れてまたこっち戻ってこようか。あれ、ここ行ってなくない。あのキューブの先のとこっすね。階段下ってたとこなんだけど、ここ多分来てないな。来てます、ここって。いや、これ見た記憶はないぞ。ああ、どうも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 。危ない危ない。よいしょよいしょよいしょ。はい、どこでしょ。とあるルフェイン人の手記。再創生の際に発生する膨大なエネルギーを協力者に譲渡することを条件に、次元の狭間の協力者から次元結晶体と呼ばれるクリスタルが提供された。我々がコーネリアに配置したものとは別のもののようだ。この力を使うことで時間速攻のような現象が可能になり、世界を再構築、つまり再創生が可能になる。これで世界創生規模の試行錯誤を要するストレンジャー計画はさらに一歩を踏み出そうになる。繰り返されてるってこと、世界が。多分まあそういうことやろうね。で、こっち側が通ってないところを、あー、見たことね、あるのかもしれないけど。ごめんね、一方的でごめんね。やべ、マジ迷子だわ。トン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 ペイさん、トントントン。今動けなくなる？いや、本当だよな。ダークスケ。これでいく。うん、リジェネでいいか。リジェネガでオッケー。焦らないで対応しましょう。はいはい。よいしょよいしょ。オッケー。まず一人ね。よいしょ。はい、おお、あった、これまずいって、まずい、場所がまずい。やるか、マジや、君らが嫌いだ。よし、毒になっちゃう、毒になっちゃう。マジで多すぎない。お、多くない、多くない。で、あと一人。
で中量でトンベリさんをバーサクでガンガン追い詰めてくぞ。柱さん、柱さん、ありがとう。痛い、包丁やばい、包丁やばい。よし、終わりにする。オッケー。やー、トンベリさんやっぱイカれてるぜ。あんたイカれてるぜ、トンベリさんよ。アイテムの所持数がちょっとマジでダメだ、これ処分しなきゃ。いろいろガーチで処分しなきゃダメだ、これガーチで処分しなきゃダメ。得られるものがなくなってしまう。してこの先でええんかな。どこ、ここ、あ、失礼、ごめんなさいごめんなさい。これこっちやってた。あー、宝箱ある。はい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 。で、あと行ってないところがまだあるので、一応大丈夫みたいね。こっちが正面だな。あー、なるほど。そしたらまあ、ウェーダー先ですね。で、この先にいた、やつら。いや、やつらだ。あいつら、今、ちょっとチラッと見えたけど、あいつらを、先に倒す。はい、はい、はい。よいしょ。はい、で、こいつは、厄介だから、早めにいなくなってもらうと、退場を願う。はい、はい、はい。よいしょ。はい、オッケー。で、叩き潰れてもらっちゃう。おやすみなさい。君もだ。君もだよ。大丈夫？よいしょ。力が出ないみたいね。よし。ソフィア。はい、はい、はい。よいしょ。オッケー。おやすみなさい、レイス。オッケー。で、お前、お前、お前。お前、お前、お前、よいしょ。いってー、そっちの方が優先。やるね。よいしょ。オッケー。で、お前だ。今のまた狙おう。ケアル、発動したいのか。ああ、足りないね。はい、はい、はい。いってー。飛ぶの厄介。はいはいはい。あ、オッケー、終わってる。今がチャンス。はい、おやすみなさい。よいしょ。うー、疲れた。いや、これマジで結構ギリギリじゃない結構ギリ。あの、ジャックは全然あのポーションの数とか余裕なんだけど。で、宝箱、あー、ここ一回来たことあんのか。オッケーオッケー、じゃあ下だ。下行って、やっと先進めるわけだな。というわけで、一番下に移動します。で、ここがまだ来てないところ。いやー、なんかもう、めちゃくちゃわからん。自分がどこにいるのか。どうする？はい、はい、はい。よいしょ、行って。ボルボル、今強いな、ちょっと。はい、はい。草駅だ。出た、草駅。臭いぞ臭いぞ、臭い息。よいしょよいしょよいしょ。ほいほいほい。オッケー、おやすみモルボル。ドーンということで、でファイヤー、あー違う、アースエレメントさんもお亡くなりになってもらおうか。よし、さてで、そんないっぱい吐き出さないといけない。よし、オッケー、終了でございます。まだ長いの？そろそろいいんじゃないか。アイテムがマジでアイテム整理しないとダメだな。本当に鍛冶屋でぶち壊してくればよかった。捨てるってもったいないんだよね。あー、そこにキューブがある。この上って何かあったっけ。これ上戻るだけだよね。ちょっと見てきていい？宝箱か。宝箱、あー、なるほど。ショートカット
ショートカットできそうね。うん、ショートカットだ。探索には重要な道だ。あ、で宝箱ね。はいはいはい。宝箱があるわね。OK、というわけで戻ってまいりました。で、この先、あ、あれはキューブ、ね、香るな。調べておく。あそこボスじゃないか。よし、じゃあ操縦しよう、みんな。よし、 OK、 そしたら行くか。絶対ボス、この雰囲気、この雰囲気絶対ボスだわ。ちょっとさ、魔法を唱えて、ヘイスト、シェルとかプロテガちょっとかけとこうか。プロテガでいいかな。これでいく。どんなもん。ああ、このムービー入る感ボスだわ。あ、移動しない。あれ、ジャック、あとは頼む。アッシュ、ジャック、目を覚ませ。闇に巻かれるな。おお、強そう。土のクリスタルの輝きを奪ったのはお前だね。クリスタルの精緻な震えが生み出す波動、その波動が土を浮かせ、なるほど、草木を育む豊かな実りの季節。人は大地に感謝する。哀れない、貴様らが夢見るそんな季節は永遠に来ない。私がこの地にいる限りはな。我が名は、前の名前など知ったことか。いいね。我が名は最後まで言うんだ。大地の力を喰らう者なり。いいね、芯があるね。最後までやり遂げるっていう意識を、そういう意識を感じるよ。じゃあ行くか、リッチさん。バーサク決めさせてもらうぞ。魔法が来るぞ。ジャッジメント。で、生きてやるぞ。おお。はいはい。で、で、あー、なるほど。魔法使い的なあれなのか。バーサク入れて。はいはいはい。よいしょ。ほいほいほい。面白くなってきたな。いじめ、みんないじめ入れても。オッケー、大丈夫大丈夫。ちょ、ケアルーが入らないか。これでいく。下。君にさ、邪魔だな。よいしょ。リッチも第二形態も普通にあるから。え？はいはいはい。様子が変わったわね。バーサク入れて。はいはい。これじゃね？あ、違うか。あら、土のクリスタルか。はいはいはい。はい。よいしょ。よいしょ。結構瞬間移動やめて。はいはい。はいはい。よいしょ。まあ、骸骨は。よいしょ。踏み倒す。今がチャンス。で、面倒くせえからとりあえずリジ。ちょっと。やるじゃない。ちょっと。下げられたの。DNA が、うん、で、はい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 。あれ食らっちゃうとまずそうだね。はい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 。よいしょ。おお、もうちょいなんだけどな。はいはい。いやー、これ落ち着いてやれば、落ち着いてれば大丈夫。
バインガー、なるほどね。でリッチ第一決定が終了と。黙ってろ。オッケー、どうやらここからが本番みたいだね。パーズどうしよう。準備はいいな。当たり前だ、お前たちこそ俺についてこいよ。この匂い、大地が腐ったの。あそこには近づきたくないわね。ストレシルが、ああ、ちょっと入れて、いって、はい、はい、よいしょ、OK、 はい、はい、はい、いいね。まだまだ、おっと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 、痛い痛い痛いよ痛いよ。ああーブレイクがだいぶ下がった。やばいやばいやばい、早く。え、なんで、ちょっとさ、今ポーション使いどこだったでしょうよ。なんで使わなかったジャック。さて、よろしくお願いします。はいはいはい、よいしょ、おいおいおい、よいしょ、いいの、よいしょ、オッケー、ピンチはチャンス、ピンチはチャンス、おっ、でやったで、まずい。ジャック、体勢を立て直そう。好き放題されてるわね。何としても倒す。いいじゃねえか。回復を入れて、よいしょしょ、よいしょよいしょ、オッケー、はいはい、でこれが減る、おー危ない、はいはいはい、バーセットを入れられないか、いいぞいいぞ、はい、バーセット入る、大丈夫、この中にいれば大丈夫、うん、はいはいはい、いいのかい、決めやっちゃって、ああ終わってる、はいはいはい、第一段階終了、モテて取らせてもらおうか。さあ本番、腐食の大地やってる間にシェルを入れとこう、シェルか、バーセット入れて、はいはいはい、よいしょ、やらせんぞ、はい、よいしょ、あ、我が仲間が、我が仲間が、おい、あ、ちょ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 、やるね、リチェネガを入れとこう、みんな頑張れ、焦らないで対応しましょう、テラーエンプレさん、あれきついんだよな、おお、はいはいはい、やらせない、はいはいはい、まったくカマキリみたいな落ちやがってよ、はいはいはい、と、痛い痛い、大丈夫大丈夫、リジェネを一応入れておくのが一番いいかな、カーズは食らっちゃいけない、はいはいはい、とよいしょよいしょよいしょ、レジングスマッシュ入らない、 OK 大丈夫、はいはいはい、で、はいはい、オッケー、潰す、おやすみなさい、砕けした、ほい、バーサク、よいしょよいしょ、はいはいはい、大丈夫、
味方さんも頑張って。おお、終わり、終わり、ビッチ終わりか、お前。ティアマットの時の苦戦具合はないな。オッケー、よーし、うん、順当やね。さあ、武力レベルもアップしましたよと。お、なんかバグが発生してる。これ誰だろう。わからないな。アッシュだろ、どう見ても。これで土のクリスタルの復活だ。どけ。おうおうおう、しまった。そのグワーって積むのがすげえわ。死ぬんだわな、それ。あとは頼むなんて言うなよ。タクスにはお前たちは頼りない。持ち上げるから、アッシュ、ジャックを引っ張り出してよ。分かってる。1、2、3。それさ、役割間違ってねえか。アッシュが持ち上げた方がいいんじゃないか。違うのかな。やった。過去を見た気は済んだか。どうだろうな。死なせてしまった相手すら思い出せない。誰も死んでいないことにしておけ。お、え、おお、ダークエルフか。話したか。黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったがな。やらしいな。知ってて言わなかっただろ。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか。率直に言って、その解釈が一番楽だ。浮遊城、話しちゃっていいかな。あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔、私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン。高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた。消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。おお、一応話しとくか。みんな、彼がアストスなのね。ルフェインのことを知っているなんて博識ね。光の戦士の旅はまだまだ続くっと。残りのクリスタルは2つだ。やってやろう、ジャック。そうしよう。ルフェイン、知っている響きだけど何だったかな。思い出せそうで思い出せない。残りのクリスタルを解放しないとな。ジャック、装置の操作を頼む。わしでええんか。ルフェインの忘れ物巡りは私の格好の退屈しのぎなのさ。君たちは残りのクリスタルを解放してくるといい。はい。でメインミッション、正気の記憶が解放されました。サブミッション、青の記憶、正気に正気に阻まれたもの、白き霊法ね。はいはいはい。というわけで今日この辺りで終わりにしたいかなと思っております。地に溺れ、あれ、これやってねえ気がする。やった、何をやってやってないか分かんねえや何をやってやってないか分からねえや。
はい、というわけで、まあ、とりあえず終わりにしたいと思います、次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで語り私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。あ、これをやってないやつだ。はい、というわけでおしまいでございます。